調査の結果は真摯に受け止めたいと思います。しかしまた一方で、かつて自公連立政権を生み出した頃のことを考えますと、ここは何が今の国政について必要なのかと、安定した政権の基盤を確保した上で、内外の重要課題を解決していく、乗り越えていく、そのための枠組みとして何がふさわしいのかと、そこをよくよく客観的に判断をして、さまざまな課題を乗り越えて連立政権を作った経緯があります。世論調査は世論調査として、この今の日本の政治状況の中で政権を安定させて内外の困難な課題をどう乗り越えていくか、対応していくか、そのことを冷静に考える必要があると思います。私は自公に代わる、現状で自公に代わる安定的な政権の枠組みはないとこう認識しておりますので、この自公連立政権の結束を深め、課題を乗り越える取り組みを強化していくべきだと考えております。関連で続けて産経新聞の大島です。東京29区をめぐりですね、昨日自民党の茂木幹事長らが都連の高島幹事長に、公明党が擁立する岡本議員への支援を指示し、高島氏も最大限を、努力すると応じました。また一部でですね、この自民党がこの29区で岡本氏への推薦を内定するという報道もありますが、こうした自民党側の動きをどのように評価されるのかという点と、合わせて自公の協力関係の解消は最終的な決定だと繰り返し発表されておりますけれども、自民が今回のように歩み寄りを続けた場合は、次期衆院選までに東京での協力解消を見直す可能性はあるのかどうか、改めてお聞かせください。この重増重減をめぐる自公の協議については幹事長、選対委員長に任せてあります。岸田総理総裁と私との間では、この個々の選挙区や候補者についての言及はしないで任せようと、むしろ政権運営の大局から判断していこうと、こういう確認をしておりますので、それ以上のことは申し上げません。次のご質問。毎日新聞竹内です。はい、マイナンバーカードについて伺います。はい、松野官房長官が昨日の会見で、2024年秋に健康保険証とマイナンバーカードを一体化する予定について変更はないとの考えを改めて示しました。代表は先日のラジオで、その紙の保険証とのマイナ保険証との、併存というアイデアもあるという述べられておりましたけれども、昨日の会見を受けて、この政府の方針についてどのようにお考えでしょうか。政府は大きな立場で大方針を決めてやっているわけでありますから、それを改めて確認をしたということ、それ自体はある意味で当然のことだと思います。問題はさまざまな分野トラブルが起きている、そして国民が不安に思っている、これをどう解消するかということ、早くその解消策、再発防止策を確立をして国民の安心感を確保する、その上でデジタル化、あるいはマイナンバーカードの利活用についての信頼性を確立するということが重要だと思います。私が課題を指摘したのはですね、マイナンバーカードの取得が大いに進んでいるということはもう評価をすることでありますけれども、しかしまたそのカードの取得の申請それ自体ができない人もいる、またカードを取得したとしてもそれをどう利用していいかよくわからない人もいるというところです。特にそれは高齢者や重い疾患を抱えた人などにあり得ることでありまして、その周りの家族も同様に不安に思うわけでありますから、そこをどう解消するかということを政府は丁寧に対応を取っていく必要があると思います。そのことを指摘しているわけでありまして、このことが早く解決の展望が示されないと
非常に政権、政府与党にとっても世論の反応などを見ていると厳しい状況にあるということを深く受け止めるべきだとこう思います。続いて NHK 佐々木です。ちょっと関連するんですが、はい、今代表もご指摘ありましたけれども、世論調査、各種の世論調査を見ますと、そのマイナンバーについて延期や撤回を求める声が多数上回っているという状況だと思います。はい、で、政府は再点検だったり、再発防止策を早めにやるというふうに言っていますけれども、こういう声が出ているというところで、今後政府が方針を取っていったとしても、やっぱりその懸念の声はなかなか減らないと思うんですが、そこに向けてはどう対応していくべきだというふうにお考えでしょうか。もうそれは政府が大方針を決めてやろうと言っていることですから、政府自身が自治体の協力や関係機関の協力を得ながら、この再発防止策をもう徹底して調べ上げて、その防止策を確立する、これは早くやるという姿勢が重要だと、姿勢と結果が重要だと思いますので、政府には特別に厳しい姿勢で臨んでいただくように要請したいと思います。はい、じゃ続いていかがでしょうか。すみません、共同通信の副島です。関連してなんですけれども、はい、マイナンバーで、他人のなりすましで取得可能になっていたという現状も分かってきており、マイナンバー自体の信用性を揺るがすような事態になっているかなと思うんですが、その点に関しての受け止めをお願いします。さまざまなトラブルが生じているわけでありまして、今ご指摘のあったことも深刻なトラブルの一つだと思います。しかしそういうことはある程度抽象的に予想された中でね、どう防ぐかという対応をしながら取り組んできたのではないかと期待しておりましたけれども、現に結果が出ているということは深刻に受け止めて、政府として徹底した防止策を確立してもらいたいと思います。はい、で続いていかがでしょうか。中国新聞の口元と言います。再法の改正について伺います。選挙違反で当選無効となった議員に歳費を返還させる再法の改正についてですね、公明党は統一地方選の重点政策にも盛り込んで、今国会での成立を目指していたかと思います。会期末が迫っていますが、与野党協議の進展状況を教えてください。現状では十分な進展が見られない状況でありますけれども、引き続き、明日で国会は終わりますけれども、合意形成に努力していきたいと思います。すみません、関連して歳費に関してですね、院長手当の廃止について、成立の見込みですけれども、こちら の歳費返還の方についてはですね、現時点でもその目処が立っていないという状況はどのように捉えているでしょうか。また合意形成に向けて、そのどういったところが課題になっていると考えているでしょうか、教えてください。それは合意形成を進める当事者に格段の努力を求めたいと思います。ごめんなさい、最後言って、再法に関連してですね、維新などの野党からですね、正当な理由のないまま国会を長期欠席するなどした議員の歳費を減額する法改正に向けた動きもあります。こうした法改正についてはどのように見ていらっしゃるでしょうか。代表の考えを教えてください。どういうご提案か、内容はまだ十分に受け止めきれておりませんけれども、問題の提起があったということは、この歳費の性格を議論する上できっかけになりうることだと思いますので、我が党の提案も含めて今後具体的な提案が出てくれば、しっかり議論を進める動機になりうると思っております。はい、続いていかがでしょうか。すみません、毎日新聞竹内です。はい、党首討論についてお伺いします。党首討論、今国会で開催されない見通しとなっております。開催は2021年6月が最後になっておりまして、今国会でまた開かれないということになりますが、本当にどのように、代表お考えでしょうか。
党首討論の始まった経緯を見ると、やはり野党の側から与党の党首と中づく総理大臣に議論を挑むというところが最大の理由だったと思いますので、今国会そうした意欲が示されたのかどうかよく分かりませんけれども、今後も党首討論の意義を振り返ってどうこれを生かすかどうか、これを検討してもらいたいと思います。代表としては党首討論やりたかったなっていう思いはありますか。私は野党の時は党首討論に挑む当事者でありましたから、その時は自らやろうとやりたいと思って、当時の自民党の谷垣総裁とも連携を取りながら積極的に求めていきました。今皆さんがどう考えているのか、私は当事者としてではありませんので、評価を控えたいと思います。はい、続いていかがでしょうか。産経新聞の大島です。代表の訪中についてお伺いします。かねてから代表は早期の中国訪問に意欲を示されていましたが、その後具体的な日程調整状況などを教えてください。はい、中国側からも訪問の要請があり、また我が党からも訪問した意向は示しているわけでありますが、さまざまな状況から具体化には至っておりませんが、しかしまた昨日、アメリカのブリンケン国務長官が訪中をして、中国側の要人と会談を重ねたと、つまり対話の空気が出てきたということが、これからの対話を日中間でも進める一つの契機になりうるかなと思っております。また会期末解散があるかどうかということも日程を組む上で一つの要素になっておりましたけれども、ないということが確定をしましたので、ここも進む要素になりうると思います。いずれにしても中国がどう判断するのか、これを期待しながら待ちたいと思います。はい、次にテレビ朝日平井です。よろしくお願いします。はい、代表おっしゃってたように今国会通常国会も明日あさって残り2日となりました。いろいろ重要法案であったり、また議員立法 LGBT 法案等もあったと思いますが、今国会どのように受け止めてらっしゃるか評価をお聞きできればと思います。はい、内閣提出の法案についてはかなり成立が進んだと思っております。特に重要法案と位置づけたもの、例えば防衛費の財源確保法なども賛否は分かれましたけれども、混乱なく成立を図ることができたと、この議論を今後に生かすべきだとこのように思っています。また議員立法についても我々の関心からしますと、例えば認知症基本法、これ我が党を積極的に合意形成に努めて成立を期してきたものでありますので、ようやくこれが成立をしたということは大きな前進になりうると思います。認知症の施策をこれから国地方自治体それぞれのレベルで具体的に推進をしていく大きな根拠ができたということになりますので、今後に期待したいと思います。また LGBT 理解増進法、これは理解を増進するという理念法でありますけれども、これも多様な意見がある中でまさに多様性を尊重しながら法制性に富んだ社会を作っていくと、こういう目的に向けて大きな手がかりになり得ると思います。今後も政府が基本方針を作る、そしてまた関係省庁で連絡会議を設ける、そして施策を実行していくと、こういうことができる法的根拠ができましたので、大いにこれまで出されたさまざまな意見も参考にしながらこの施策を考えて実施に移していただきたいと思います。そうしたことが
理解が増進される基盤、社会の基盤、多様性を尊重する社会が整えられていくことによって、次の在り方も議論が進むものと期待したいと思います。いずれにしてもまだ明日一日残っておりますので、可能な限り提案されている議案を成立させた上で、今後もこの成立した法案の実行実施、ここに力を入れていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。他にありますでしょうか。それではなければ会見を終わりたいと思います。はい、終わります。